一分でわかる。ネネのやばいエピソード。一、ネネと秀吉の恋は意外な始まりをした。ネネはとても美人だったと言われている。そして、ネネは秀吉の性質になるのだが、そのキューピッドの役目を果たした人物が信長と言われている。具体的に言うと、信長が趣味の高狩りをした帰り、浅野家の屋敷に立ち寄った。その時に信長はネネを、いい娘だと気に入り、東吉郎、この娘を妻にしろと言ったと言われている。二、家臣から母のように慕われた。ネネはとても素敵な心の持ち主だったと言われている。まず、面倒見がとても良く、家臣から愛されていた。また、秀吉との子供はいないが、ヒデオシの親� の面倒を見るなどしていたそのため福島正則や加藤清正らはネネのことを母のように慕っていたとされる「三秀吉の浮気に苦労する」「ネネは秀吉の浮気癖に苦労した」「そのためネネは信長に秀吉の浮気を相談し信長はネネに対してあのハゲネズミの浮気など気にする必要はない」「と尻と構えて手のひらでやつを踊らせるほどになれ」とアドバイスを送ったという。